岸田さんは実は存在感がほぼないんです。何言ったかもよく覚えてないんです、多くの方々が。だけど一番やばい総理だと言っても過言ではないんですよ。何かって言ったら、これまで積み上げてきた自民党のやってきたこと、悪いことの方ですね、軍事の部分だったり、さまざまな、竹中平蔵的なことだったりとかってことですね。じゃあ次に手が上がった、まず手が上がったそちらの方いきましょうか。学生の時に歴史とか公民とか授業でこう政治に対する仕組みは教わったことはあるんですけど、実際にリアルタイムで当時の総理大臣だったりとかが発言していること、政策、その辺って授業で一切僕聞いたことがなくて、で今になってやっと山本太郎さんとかレーバー新選組の話を聞いて関心を持つようになったんですけど、今選挙権が引き下げられて学生の高校3年生とかも選挙を行けるっていう状況になった時に、今の岸田さんのやっていることとかその辺をこう授業でやらない理由っていうのが分からなくて、もし山本先生が分かるんであれば教えていただければと思います。ありがとうございます。学校で習ったことってなんだろうって考えたときに、例えば先ほどおっしゃったような現代社会だったりとか公民みたいなところで、国会の仕組みみたいな、衆議院と参議院がありますみたいなところで、ものすごく退屈でもう眠たくなって耳に入ってこないっていうか、定着しないというような情報は入れられるわけですけど、一定期間はそれ以外の何かこう興味が広がるような政治に対しての話っていうのは、教育を受けた覚えがないよという声だと思います。私もそんな感じです。まあ先生によっては、オリジナルのプリントを作ったりとかしながら、みんなに興味を持ってもらえるような、今の社会はこうなってんだよっていう教育をしてくださる方もいらっしゃるかもしれないけど、でもそういう方は本当に珍しいんだろうなっていうふうに思います。基本的には仕組みだけ教えたよなって、でも仕組みだけ聞かれても全然面白くないですから、何のことか分かりませんよ、はっきり言っちゃえば。衆議院と参議院の違いも分からないような大人の方が多いと思います、普通にね。それぐらいのレベルなんだろうというふうに思うんです。で一方でその政治が行っている中身については、これは授業の中で何か伝えられたりとかっていうタイミングあるんだろうかということですね。ある意味で検証を含んだような政治の内容の解説みたいなものが授業の中で行われるようなことがあるのかってことですけど、なかなか今の学校教育の中じゃ政治に対して白黒言うのはちょっと避けたいところでしょうね。例えばですけど、岸田さんだったらどんな風に伝えられるんですかね。皆さんどう思われますか。岸田さんをどう評価するかっていう部分ですね。岸田さんほど存在感がない人いないんですよ、歴代の首相の中でね。こんな透明人間みたいな人いるんだっていう話なんです。で以前から私は岸田総理のことを味のないスパゲティって呼んでるんです。最悪でしょ、食えたもんじゃないでしょっていう、好んで食べたいもんじゃないですよね。ある意味で透明人間、存在感がないっていうのが一番実は厄介なんですよ。そう思ってない人もいるでしょ。これまで発言された岸田総理の発言の中でね、記憶に残ってる、心に引っかかってるっていう言葉なんか教えてもらえますか。岸田さんね、岸田総理の心に残る言葉、もしも皆さんあったら教えてもらえますか。検討します、検討士の話ですね。はい、異次元のなんとかっていつも言いますよね。あ、異次元のなんとか、もうなんとかの部分が何だったかさえ忘れてしまうような話ですからね。ありがとうございます。他ありますか。ちょっと待って、なんか聞く耳とかなんとかってよく言いますよね。何を聞いてるかは分かりませんけれども、聞く力、聞く力、聞く力。でも中身は聞く耳持たずってやつですね。聞いてんのはお前資本家の声だけだろうっていうようなツッコミのところだと思いますけれども、ありがとうございます。まあ、何が言いたいかってことなんですけれども、非常に存在感というか、ある意味で存在感があったこれまでの総理大臣と打って変わって、岸田さんは実は存在感がほぼないんです。何言ったかもよく覚えてないんです、多くの方々が。だけど一番やばい総理だと言っても過言ではないんですよ。これまで積み上げてきた自民党のやってきたこと、悪いことの方ですね。特に安倍さんの時代からさらに加速していったようなこと、軍事の部分だったり、さまざまな、竹中平蔵的なことだったりとかってことですね。いろんな部分に対して静かに静かにどんどん通していくっていう、だって存在感ない人が旗振ってるわけだから、スーッと行くわけですよ、引っかからないんですよ。
よく思い出していただきたいのが、彼は決して優しそうな顔をしてるけれども、心の中までしっかりと清廉潔白な人間ではないんだろう。逆に言ったら、言ったことさえも簡単に保護にするような政治家であるってことをちゃんと覚えておく必要があるってことなんです。例えばですけど、こんな感じ。自民党総裁選ってものがありましたよね。覚えてます？岸田さんが総理大臣になる前の話ですよね。その時に彼が一体何を言ったかってことなんですよ。総裁選の目玉公約に、令和版所得倍増計画っていうのを掲げたんです。所得倍増して困る人います？いいんですよ、そういう人がいたとしても。ほぼいないと思うんですけど、今の所得倍増したら最高じゃないですか。逆に言ったら、30年の経済不況が日本だ、そこにコロナがやってきて、物価高まで起こってる状態なんだから、所得倍増するような政策を打つっていうのは正しいことなんです。この総裁選で所得倍増計画を掲げたと岸田さんがどうなったかってことなんですけど、残念ながらですね、もうその声が聞こえなくなったんですね。で、言葉変えたんですよ。どう変えたかってことですけど、資産所得倍増プランっていうのに変わったんです。話戻りますよ。所得倍増計画で俺を総理にっていうことだったんですけど、話がどんどんそれも変わっていっちゃって、結果どうなったかって言ったら、資産所得倍増プランと。意味わかりますかね、これ。所得が前になるんじゃなくて、お前ら株買えって言ってるんですよ。金融商品買っていけと。むちゃくちゃじゃないですか、こんなの。国はちゃんとみんなの所得が上がるようなインフラというか社会の構造をちゃんと作っていかなきゃいけない。その状態を底上げしていくような経済政策を打たなきゃいけないのに、国が言ってることっていうのは、所得増やすんだったらお前株買えやと、金融商品買ってくれと。ある意味でこれ資本家の犬ですよ。ごめんなさいね、こんな汚い言い方して。透明人間、味のないスパゲティの正体は何ですかって聞かれた時に、資本家の犬です以外に言いようがないんです。ごめんなさい、本当に。ね、汚い言葉使ってます？ごめんなさいね、本当のことを言おうとしたらこうなっちゃうんです。すごいんですよ、岸田さん、最初は正しいことを言う人なんです。岸田さんは間違ってないんです。最初は。という話です。次の話ですね。はい。例えばですけれども、総理大臣になられた後に、2021年の10月、所信表明演説っていうのを国会でやるわけですね。これ何かって言ったら、私たちはこうやっていきますよ。これを目指していきますってことを言うような演説なんですけれども、そこで言ったことは何か、成長と分配の好循環とコロナ後の新しい社会の開拓、これがコンセプトですということで始まったんですね。何を言ってるか、その本質はこれです。分配なくして次の成長なし。分配なくして次の成長ないんです。どうしてか、30年不況が続く先進国で唯一の国が日本だから。30年経済が悪化、そこにコロナ物価高、じゃあ経済を立て直すためにどうしますか。まず分配、分配したものでみんなで物買ってもらったりとか、お金使ってもらったものが社会に回っていって、さらに経済成長って、これ間違ってないんです。正しいんです。言ってること間違ってないんです。分配なくして次の成長なし。まず分配、そして成長、これ正しい。で、最初は正しいって言いました、岸田さん。じゃあ違うこと言い出したんですかって言ったら、その通りなんです。違うこと言い出したんです。何を言い出したか、先ほどは2021年10月だったんですけど、その1年後の同じ所信表明演説では、なんと分配という言葉が消えてしまったんです。すごくないですか。まず分配、そして成長っていうことを力強く言ってたのに、分配自体が消えちゃったっていう、すごい、どこに忘れてきたんですかあなたっていう話なんですけどね。すごいですよ。とにかくですね、格差貧困新自由主義の弊害というものを示す言葉っていうのは跡形もなく消えてしまったと。新しい資本主義とかですね、いろんなこと言ってたんですよ。分配だとか格差貧困とか言ってたのに、全部もう1年後には言わなくなっちゃったっていうね。何なんですかねこれね。みんなを釣るためにいいことを言って、あとあとそれもう言わなくなる、やらなくなるっていうことの自民党のこれ、なんでしょうね、伝統芸みたいなもんですね。
まあ結局ですね、他にも様々あるんです。こういうことを喋ってるとですね、今日は山本太郎が街の中でね喋ってたんだけどね、自民党の悪口ばっかり言ってたっていう人いるんです。違います、それ感性が違います、受け取り方が違いますってことですね。悪口じゃないんだよ、事実関係をこれ今検証してるところなんですよっていうお話なんですね。自民党の熱烈な支持者の方がいらっしゃって、岸田ラブって方もいらっしゃると思うんですよ。ひょっとしたらね、もともと令和新選組の応援というわけで今日来てるわけじゃないって方もいらっしゃって、その中には岸田ラブもいると思うんですけれども、ぜひですね、その、真実の愛にたどり着くために、その中身というものをしっかりと検証する必要はあるだろうというお話でございます。まだあるんです。私がしつこいんじゃないんです。彼が言ってきたことと真逆のことをやり続けてるっていうだけのことです。私のしつこさの問題ではございません。先に進みます。総裁選の時に子ども関連予算倍増、ね、異次元のなんとかってよく言ってましたけど、異次元のなんやったっけなみたいな話ですね。異次元の少子化対策とかそういう話ですね。まあ、異次元の少子化対策、まあ、子供が少なくなっていってるっていうのはもう分かってることで、これを変えていくためにはこれは大きく予算を投入しなきゃいけないの絶対なんですよ。だからこそよく分かってる岸田さんは最初だけ何かっていうと、子ども関連予算を倍にしていきますということをまた総裁選の時にですね、リップサービスしてくださったってことなんです。しかもですよ、先ほど異次元異次元言うて何やったっけなっていうお話がありましたけれども、異次元の少子化対策だったんです最初は。けれどもですね、異次元の少子化対策って言ってお前どんなもんやねんっていうツッコミが入りすぎて、もう耐えられなくなって言い方変えたんです。異次元っていう言い方を変えちゃった。なんて言ったか、従来と次元の異なる少子化対策っていうふうに言い方変えたんです。そういう言い換えですね、言い換えの問題、ちょっと感覚が変わると言いますかね、なんかそういうひどく聞こえないというような言い方ですね。異次元の少子化対策と呼ばれていたもの、それでずっと押してきたのにちょっと具合が悪くなったんで、従来と次元の異なる少子化対策みたいな、ちょっと弱気になっちゃってるっていうね、言い方変えてみたいな、まあこんなの連続なんですよ。ちょっと待ってくださいよ、これ元々の質問は学校の授業などで今の政治を教えるっていう時に、例えばこんな授業が行われたとしたらテンション上がるやろな、子供も多分ね。分かりませんよ、子供によるかもしれません、人によるかもしれません、個人差あるかもしれないけど、まあなんか政治に対してもうちょっと興味持ってもらえるかもしれないですよね。国会は最高機関であります。その国会というところには衆議院、そして参議院みたいな、参議院の任期は6年、そして衆議院は4年ですが、満期まではなかなか行かず途中で解散されることがありますみたいなところが入ってって、もうどうでもええわみたいな話になっていくよりかは、こういう話から興味を持ってってもらって、なんか仕組みみたいな話に行くと興味が持てたりとかするんじゃないかなと思ったりするんですけど、おそらくこのレベルでこう授業やったりとかすると親御さんからクレーム来るかもしれませんね。はい、私でさえも悪口言ってるって言われるぐらいですから、事実関係を示してるだけなんですがということでした。すいません、ありがとうございます。さあ続いての方いきましょうか。